はい、トールチャンネルです。今日もね、早朝ドライブをちょっとしに出てきたんですけど、だいたい毎回そうですよね。早朝ドライブするといったら目的地はもう給油ですけど今日もこのシリーズね、もうなんていうかもう3回目ですよね。まあ、三度給油をしに行くみたいな感じで、はい、ちょっと走っていきたいと思います。今回はね、ちょっとね、もう前回と道を変えて行ってる感じなんですけど、結構その地元のね、安いお店っていうのが有料じゃないんで、なんでちょっとね、その安いセルフの店までね、毎回行ってるんですけど、まあこういうご時世なんでね、できるだけその人との接触は避けたいなってことで、はい、セルフの店に行ってるんですけど、まあ単純に安いっていうの理由なんですけどね。衛星を探知してますよ。なんでその前回撮影時からさらにまたガソリンの価格下がってるんで、今日ちょっと楽しみなんですけどね、いくらになってるか。したいこととしては、まあ、ドライブのお供というか、まあ、お供ですよね。飲み物であったりとか。なんで、まあ、私としては、まあ、個人的には、まあ、コーヒーですよね。ローソンで売ってる、パックのコーヒーで、パックっていうか、なんていうんですかね、紙パックじゃなくて、プラスチックの容器で、上だけアルミ的なやつでできてるやつで、ストローをプツって刺すタイプのやつで、あれのブラックコーヒーが最近お気に入りで、あれちょうどあれなんですね、ブラックコーヒーだけ100円ポッキーなんですよね、税込みで。なんでよくあれを買ってるんですけど、やっぱりね、そのペットボトルとかああいう蓋開けるタイプに比べてストロー式の方がね、こう運転してて飲みやすいじゃないですか。なんでね、そういう事情も相まって、まあ、別にね、100円コーヒーでもいいですけど、自分でつくタイプのあるじゃないですか、でもいいですけどね。まあ、うん、あったかいコーヒー飲みたいときはあっちですかね。そっちというか、まあ、100円の粒タイプのコーヒーなんですけど、アイスでもいいわってなったら、まあね、そう香りはないんで。また今の時期ね、そう、氷入れてキンキンに冷えたやつじゃなくてもいいんで。まあでも夏場になったら、そうですね、100円コーヒーの氷入りの方がいいかなって思うんですけど、でもすぐにね、氷溶けちゃうっていうか、まあ周りに結露してベタベタになるじゃないですか、置いてるところが。あれが嫌なんですよね。ドリンク系っていうんですか、レッドブルとかモンスターエナジーとか、ああいう系はっていうか飲んだことないですね、結構ね、疲れてきてその目を覚ますタイプ、覚まさせたい時とかにね、結構みんな飲むんでしょうけど、私自身そう
そんなものなんですね。ごめんなさい、そんなにじゃない、飲んだことないですね。はい。なんでまあ目覚めさせたいときは、覚ましたいときはお菓子を食べる派ですね。うん。なんていうんですか、そう、あんまりああいうエナジードリンク系って言うほど効かないイメージがあるんですよね。あとその割にはやっぱりね、お値段も高めじゃないですか。あれがまあ普通のコーヒーぐらいの価格なら飲んでもいいかなと思うんですけど、結局は値段買いってなっちゃうんですけど、もう最近ね、昔はねその結構ねジュース系をガバガバ飲んでたんですけど、最近ねもうお茶とか水でいいやっていうようになってきて、もうこれも年なんですかねっていう感じで、会社でもねあれなんですよ、あのデスクワークなんで仕事しながらねやっぱ飲み物欲しくなるんですよね。なんで昔はお茶とかね家から持ってきてたんですけど、もう最近はもう白湯ですね、白湯、お湯どんだけケチっとんねんって感じなんですけど、電気ケトルで沸かしたお湯を飲んでますね。舌がね慣れてくるとねお湯も美味しいんですよね、白湯もちょっと甘くてね。なんでその今までその濃い味に慣れさせられてきたというか、やっぱジュースとかそうじゃないですか、味がはっきりしてるんで、そうなんですよね、味覚的にやっぱ薄味の方がいいじゃないですか、健康的には。なんで、午前7時になりましたよ。あとはその1日に水を何リッターか飲んだらいいって言うじゃないですか。なんでそれもちょっと考慮してたんですけど、もともとねその風邪ひきやすい体質なんで、水いっぱい取ったらちょっと免疫が良くなるよみたいな感じもあって飲んでるんですけど、ただねあのその生水飲むの怖いんで、電気ケトルで沸騰させて飲させたお湯を飲んでるんですけど、でそれはもう普通のコップに入れたらやっぱ冷めるんで、その何ですかね、ステンレス製の冷めにくいコップとかあるじゃないですか、ああいうのを持ってきて飲むんですけど、初めの30分ぐらいは蓋してるとね熱くて飲めないっていう、最近のというか、そういう保温系に優れたやつがいかにすごいのかを、もう身に染みて分かってるというか、喉乾いてるのに飲めないみたいな。で、随分話がずれちゃったんですけど、ドライブのと思っていて、まあそうですよね、やっぱコーヒーですよね。ストローを刺して飲むタイプは本当ほんまに便利だと思います。はい、実質ででも蓋付きのやつやったらもう信号待ちとかでしか飲めないじゃないですか。なんで、高速とかね乗っちゃうとね、まあそれはもうひしひしと感じますけど、
実際ね、まあこうやってそのなんかアップしてる動画見ると高速なんて一回も走ってないんですけど、いやでもね、 割とね、仕事関係でこの車で出張行くこともあるんですけど、そういう時は乗ってますからね。ただ最近はその何て言うんですか、そのお金の面もあるんですけど、飛び石恐怖症でもうあんま高速は走りたくないっていう感じで、プライベートはずっと下道派ですね。なんでね、朝とかね、その時間帯さえ工夫すればこうやって気持ちよく走れるんで、何もね、真っ昼間の時に走らなくても、まあ本当にね、必要がある時はちゃんとお金使って高速乗りゃいいわけで、でも一番嫌なのがお金払って高速乗ってるのに高速で渋滞して下道の方が早かったって落ちるんですよね。ということで、この辺で終了したいと思います。また続き、はい、撮って投稿しますんで、よかったらそちらも見てください。ご視聴ありがとうございました。